五頭しかいないの。一周差つけるわ。二周差つける。中山競馬場本日の第5レースの発走です。さあ、来ました。白馬揃った綺麗なスタート。まあじっくりこの馬のポテンシャルを見ましょうか。前に行きそうです。マハデルピエロ。おい、差し馬なのに前行ってんじゃねえかよ。その後ろもう一度先頭。桁がちげえだろ。先手を取りました。4番マハデルピエロ、2番手を追走しています。いいね。すぐ後ろにメインバディ並んで黄金の馬体レイクブロンド。まあ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 、まあ、こんなもんこんなもん。鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで 1,2 コーナーのもう2周目だからな。マハデルピエロ、ちなみに後方につけています。もう一度先頭から見ていきましょう。エンゼルブルーム先手を乗ってるだけでいい。メインバディ賢い馬やレイクブロンドすぐ後ろ。シンバのデビュー戦って1000メートルだっけ。あれ、あ違う、もう2000メートル、え何メートルだこれ。マッハデルピエロ最後尾からのスタートとなっております。2000か。マッハデルピエロカメラ断然の一番人気。マッハデルピエロ差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん勝つや。全然レベルが違う。全然レベルが全然違う。レベルが全然違う。マッハデルピエロ抜けた。全然違う。全然違う。マッハデルピエロ全然違う。ぶっちぎりです。よし。1着2着はよし。これは物が違う。マッハデルピエロよし。あと3時間は遊べる俺は。今の勝利で。ちょっとそろそろもう8時間になるからやめときかなと思ってたけど、今の勝利で、今の大勝利であと3時間延長が決まった俺の中で。マッハデルピエロに凱旋門をかける。いや一応小島にしといて。あ、あーん、コメント聞きたかった。